こんにちは。脳出血で失語症、半身麻痺のサッシーです。よろしくお願いします。今日はこの間の続きで、徹底的にこのどこでもチェア、ただチェアを検証してみたいと思います。昨日は電車で長距離を歩いてきたんですね。それでどうだったかということを皆さんに分かってもらおうと思います。あれ、皆さんに分かってもらおうと思います。非常に便利な椅子なんですけども、なんせ値段が高い。きちっと細部にまで知っとく必要があるんじゃないかと思います。それじゃあ行きますね。レッツゴー。はい、それではこの間気がついてなかったことを申し上げます。ちょっとローソンへ行ったんですけども、手を持ってたら他の商品が持てないんですね。それでここの指をかけるっていうか、小さいストラップに気がつきました。それでかけてみると邪魔にならないというか、重くないんですね。どんな感じかっていうと、こんな感じです。小指ですよ。こうやってかけると非常にこう落としても大丈夫っていう風なくらいのストラップです。2本かけるとちょうどいい人もいるかもしれません。ではこの間片手で開くのは簡単なんですけども、片手で閉じるのが面倒だという映像がありましたけれども、あれからいろいろ試行錯誤の末、簡単な閉じ方、片手の簡単な閉じ方を発見しました。それはちょっと待ってくださいよ。それではここからまずは開きます。これは簡単ですね。で座ります。で立ちます。次に閉じる方法いいですか。はい、これで閉じたんですね。わかりましたか。リラック、ここをスライドさせてでロックします。で次にこの棒を下につきますね。で膝でこれロックされたんですね。でこうやるとほら、閉じることが簡単にできました。閉じる方はいろいろ試行錯誤をしたんですけども、これが一番簡単ですね。それから歩くのをやってみます。どうだったでしょうか。昨日は電車に乗って遠出をしたと言いましたね。やっぱり電車を待ってる時間、いつもだったら割と立ってるんですけど、立ってる時間に自分の好きな時に好きなところで座れるっていうところが大きなメリットになると思います。昨日彼にローソンへ寄った時に違いがありました。中で飲食ができるんですね、今のローソン。飲食をする際に荷物ですね。昨日は僕はリハビリの帰りだったんですね。ですから荷物があって、いつもだったら荷物は肩からかけてるんですね。上着は着たまんま脱がないというのがいつもの
パターンなんですけども、昨日はこいつがあったんですね。椅子がちゃんとあったんで、自分が座る椅子は確保して、こいつを荷物とか上着とかこれにかけることができたんです。非常にリラックスしてゆっくりとジュースを飲んだりするのに楽しむことができました。それで僕はこの椅子を杖を買ったのには理由があります。それは僕の、そうですね、歯医者さんとか学校とかもそうなんですけども、下足箱に椅子がいるんですよね。履き替える椅子が。でも歯医者さんは特にひどいんですけども、中には椅子があるんです。だけど下足箱のところには椅子は用意していないんですね。だから家から折りたたみ式の椅子をわざわざ持って行って、それで履き替えなければいけません。で思ったんです、もしも自分でさっと杖で行って椅子も用意して脱げることができたらいいんじゃないかなと思ったんですね。でこれです、やってみたんですけども、これは皆さんにはおすすめできません。やっぱり椅子を正しく使うためには、足は両足地面についてなければ不安定で危ないですね。だからそういう使い方を勧めるわけではありません。だけど私がやってみた分には、脱ぐことが履くことができたということです。だから今ここで私は脱いだり履いたりすることができるんですけども、あくまでも私個人のことなので自己責任を負えるのでできますけれども、皆さんにはお勧めできません。でもそれほど難しいとは思えないんですね。はい、タダチェアの総括ですね。このタダチェアというのは大変便利なもので、ここ道端ですけども、ここでちょっと休もうかなと思ったら、すぐにこうやって出します。で紐がほどけてるとか、なんか落としたとか、落ち着いて触ることができます。スマホを触ることもできます。それから自分のチャックを上げることも落ち着いてできます。こうやって歩いていくこともできます。3キロ歩いても重いなぁと思うことは僕はなかったんです。そういうことは人の主観によるものだと思います。やっぱり僕のような障害のある人は使ってみて初めてわかるものだと思います。さあどうだったでしょうか。もう日が暮れてきましたね。撮影に半日ほどかけてます。どこでもチェアというタダチェアですが、人によって一長一短のところがあると思います。だから僕は重くないと思えばその人は買ってもいいんじゃないかと思います。でも重くないっていうのはなかなか難しいですね。まあ見てどんなものか、重さ重さを自分で想像してみてください。じゃあ今日はこの辺で、また次の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。夕暮れ急な雨音、はぐれた傘がポツンと、嬉しそうに揺れてたぐるりとステップ踏んで、街やかにぷつぷつりと、柔らかな日常を